チングキャビティ打ちます。6番のポケットキャビティ打ちます。ナイスショー。すっげえビッグな球だね。これすごい捕まりますね。これだったら初心者上級者の人簡単に打てるんじゃないですか。うん、僕もそう思う。これ初心者から上級者まで使えるね。これ優しいよね。優しいですね。うん、ナイスボー。これ乗っちゃうんじゃないの。おいおいおい、乗っちゃいました。これ170ヤードあんぞ。何番。9番やん。これ飛ぶな。これ飛び、本当に飛びます。やばいぞこれ、はい、すごい飛びだこれ。連続して。これでねえだろ。からドロー。おー、すごくコントロールしやすいね。はい、左からフェード。飛ぶなこれ。皆さんシダしていただいてるけど、ほんと飛ぶってみんな驚いてますよ。これおっと、ゴールデンボール。よし、左からスライス。よっしゃ、フックボール。これ4から7までのね、ポケットキャビティ と、8からピッチングの、ワンピースキャビティ。これ全部ノーマルロフトですね。これ非常に、安心感があります。最近のストーンロフトでなんか立ってて帰って打ちにくい感がありましたけど、これ安心感があります。はい、今ね、ポケットキャビティと普通のワンピースキャビティの方打ちましたけれども、ポケットキャビティの方ね、4番から6番、まず驚いたのは球の高さです。飛び半端じゃないです。もう皆さんこれ打たれたら今までの、世界と、異次元の飛びを示しますので驚かれると思います。それとワンピースキャビティの方ね、これはもう重厚なスピンコントロールの効いた我々が求めている球が打ちやすいクラブです。はい、この2代目コンボアイアンの最大の特徴はここにですね、3つの穴が開いてます。ここにカラーステンレススクリューを埋め込んでスイングの重量とバランスのカスタマイズができます。カラーリングはいろいろな種類がありますので見た目にも非常に可愛らしいと思います。はい、それと7番アイアンね、ちょうど中間地点のクラブですけれども、皆さんポケットキャビティにしようかな、普通の7番にしようかなって、飛びを取るかね、スピンの効いた正確性を取るか、それもこのクラブはチョイスできます。7番アイアンだけです。どちらかですね。チャンネル登録はこちらまでお願いします。